こんにちはテンバー,アカデミー堀秀夫です最近アメリカアマゾンを始めた人はですね、まずはアカウントを売れる状態にしなきゃいけないと、ね、なんか売れない商品も多いし、このま、主にダイソー商品なんかでね取引件数を稼いでるわけなんですけど、まあ、出してすぐにね、えー、儲かると思って出してたのが、どんどん値段下がっていくのが早いというようなことがあります。でね、まあ、これで大丈夫なのかなというふうにね、 え不安に思うこともあるかもしれないんでまとりあえずアメリカもホリデーシーズンが始まればねえまあ儲かる商品増えてきますまあただそれ以上にね今もうオーストラリアアマゾンが始まるのが決まってますんでまとりあえずやり方を覚えとくとねでやり方を覚えとけばまあ日本に置いてある商品適当に送ればねえーオーストラリアに送れば儲かりますえですんでねまあそれを 励みに頑張っていただければと思います頑張っていただければうかね、あまり頑張らずに、まあ、マイペースで、ね、Amazon を続けるというのをお勧めしますでオーストラリアなら儲かる、まあ、3つの理由なんですけど、まずオーストラリア人というのはですね日本人とはだいぶ違って、アメリカ人よりもさらに浪費家が多いです。 アメリカにもね、もちろん浪費家多いんですけど、まあ、ただね、アメリカの場合は、えー、人口の大部分はね、浪費するお金がないと。何しろね、えー、国民の20%しか海外に行ったことがないと、ね。海外行ったってカナダとかメキシコならすぐに行けるのに、それなのに出たことないって人が多いです。まあ、それぐらいね、えー、一見豊かなようですけど、実はほとんどの人はね、 えー、暮らしていくのがやっとというか、えー、そういう状況なんでまあオーストラリアみたくね平均所得が世帯年収で1300万超えてるのがザラにあるとか、まあ、そういう国とは違いますですでねねオーストラリアは浪費化が多くて財布もでかいですそしてオーストラリアには良い商品がないね本当に商品がないですこれね住んでる人ならねもう一目瞭然なんですけど旅行に行くとね 確かにビトンとかエルメスとかね、えー、そういうハイブランドはちゃんとあります。なぜなら観光客が買うものはね、きちんとあるんですね。ところが、まあ、国民が普通に使うもの、えー、趣味で買うもの、これは本当にないです。ですねでね、まあ商品がないと。これはアメリカと日本とは大きく違います。アメリカはね、あらゆるものがありますからね、ないものを探すっていうのはちょっと難しいぐらいですね。日本も同じ状況です。オーストラリアは気が利いたもんだと。 えなんでこんなものが売ってないのというのがね、えー、全くないです。例えば私はオーストラリア行ったときに、加湿器、加湿器を買うのに非常に苦労しました。加湿器そのものがないというようなね、えー、状態でしたね。でまあ、通常ね、リアル店舗いなくてもネットショップにあるものなんですけど、オーストラリアの場合にはね、これまともに使えるネットショップもないとね。ね、えー 注文した商品がきちんと届くとかね、そもそも注文したい商品が見つかるというネットショップがないです。こ、まあこれら3つの条件によってね、オーストラリアアマゾンは非常に儲けやすいです。まあ、それからね、オーストラリアアマゾンが始まってすぐは、えー、日本とかアメリカとかはおそらく状況はかなり変わります、えー。何でも始まりたてのサービスっていうのはね、えー、すごい、まあ、利用者から言ったら使いやすくて美味しいとこなんですね。例えば、e、eBay。 eBay は、ねこれえー、1995年に始まったんですけどまあだいぶその数年経った後ね、えー、まあポケモンのカードを捨てようと思ってたカードを、ねえー、売ったら3800万になったというね、えー、素晴らしい事例があります。なぜならさすがにポケモンカードの、えー、非売品はものがいっぱいあるアメリカでも売ってなかったと。そここにね、えー、イーベイでひょこっと出したら、えー パパカパカ売れたというようなことがあって、いらないポケモンカードを売って3800万。それから日本で、ね、ヤフオク始まったとき、ヤフオク、何しろ、ねえー、売れないものはなかったと。でお酒でも、ねえー、別に免許がどうこうとかうるさいことは何もなかったですし、売りたいものは好き放題売れたし、売れないものはほとんどなかったと。 まあ本当に捨てようかなと思ってね、ボロボロのベッドとか、えー、パイプハンガーとか、そういうしょうもないもんでもね、1円スタートにすればとりあえず売れたと。捨てるのめんどくさいから売り出して、えー、買った人にね、えー、引き取りに来てもらうなんてこともできました。今じゃ夢のようですね。そんなの全然、ヤフオク売れないまま全く売れないです。アマゾンもね、えー、始まった当初、ね、えー ブランドこのブランドは売れませんとかね、えー、そんなのもなかったし、アメリカに売り出してね、えー、すぐの頃はは、まあ、明らかにこれ、中古なのにね、新品で売ったらどうなるのかなと、ねえー、会員さんがどのぐらいまで新品で売っていいのか、中古じゃなきゃだめなのか、調べるために、あえて、えー、中古を売ったりね、あるいは、ね、似たような間違えた商品を送ったりしてみました。ほとんど問題起こらなかったです。開始して2年はほとんど問題起こらなかったですね。 ですからね、オーストラリアアマゾンも開始して1、2年はそういう状況になると思います。まあ、どういうことかというと、今の日本とかアメリカみたく売れない商品がいっぱいとか、まあ、そういうことじゃなくてね、えー、ほとんどの商品が売れて、なおかつ商品の状態も甘いと、ねえー。中古新品で売っても、えー、クレームが来ないと。今逆にね、新品で送ったものね、アマゾンの梱包とかが発想があるいは悪くてね、輸送会社の発想が悪くて、 本当に新品で売ってるのに中古じゃねえかってクレームつきますけど、始まってすぐは逆だったんですね。どんな新しいサービスでも大抵そうなんですけど、始まってすぐは運営側の規則は緩やかです。やりたい放題、大体できます。悪いことするやつが出てきて、どんどん締め付けられていくと。で、それから購入者。始まったサービス、すぐに飛びつく購入者はだいたい客層がすごいです。金を持ってるしね。 下手な話、たくさん買ってね、届かなくてもね、何が届いてないんだか分かんないとか、そういう購入者すらいます。で、どん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 ね、時間が経つとともに、ややこしい購入者が増えていきます。そんなわけで、ね、今、アメリカなんかやっててね、中古、新品なのに中古って言いやがったとかね、まあ、そういうのがね、結構出てきてますけど、オーストラリアが始まってしばらくはそういうこともないでしょうし、規制も緩やかだろうというのが。 えー、予想できますまたそれより何より日本に置いてある商品ね今日本のアマゾンとかアメリカのアマゾンとかで、えー、売っても全然儲かんないような商品でもね、えー、とりあえずオーストラリアに売れば儲かるという商品がねポ、えー、コポコあります、えー、ですんでねアメリカでこの調子じゃどうなんだろうとオーストラリアも大変なのかなというふうにね感じちゃう方もいるみたいなんで念を押しときますけどオーストラリアは アメリカととか日本とは桁違いいに、えー、儲けやすいですでそもそも商品がない、ね、浪費家が多い、えー、ライバルがいないという好条件が3つ揃ってますので、まあ、全然稼ぎやすいんでね、えー、楽しみに、えー、アマゾン輸出ね続けていただければと思います。アメリカしんどい、日本じゃ儲かんなくなったといってね、まあ、ペースダウンしたり、まあ、ペースダウンしても続けるならいいんですけど、やめちゃったらね、非常にもったいないんで、まあ、この電ね、えー、念をしときます。またね ちょっとね、私の説明が十分かどうかわかんないんで、分かりやすい評価なんか作ってね、あといくつか、まあ、記事、あるいは動画を作ってお知らせしようと思います。以上天馬アカデミー堀秀夫でした